動楽しみに見守っていきたいと思いますね。やっぱり人種の壁というものもあり、日本人として生きてはいますが、なかなか受け入れてもらえないことも多くあった中で、今回本当に日本人として認められたという気持ちで、感謝の気持ちでいっぱいです。紹介をしていただくことになります。